夫には3歳年上の幼馴染がいた。彼女の自慢は夫が生まれた頃から夫を知っていること。そのため、幼馴染はたびたび夫のことについてマウントを取ってきた。夫が幼馴染を相手にしていなかったため、一致はできるだけ無視していた。だけど、だんだん幼馴染の態度が悪化していき、とうとう彼女は暴走してしまった。今まで幼馴染の前では怒らずにいた夫は、ついに彼女にキレた。幼馴染は初めて夫にキレられたことで、反省することができるのか？そして幼馴染はどんな末路を迎えるのか？私の方が夫のことを知っている、と言ってくる夫の幼馴染がとうとうやらかして夫がガチギレした。今、起きたことなんだけど、本当にスカッとしたから興奮が冷めないうちに書く。あんな夫の幼馴染、初めて見たんだけど、いつも自信満々だったのに。とりあえず落ち着け。待ってるから、整理してからゆっくり書いて。ありがとう、ちょっと興奮しすぎたところはある。私は、友人の紹介で5年前に夫と出会い、去年結婚したんだ。夫には生まれた頃から知っている幼馴染がいて、今回は彼女がやらかした。まず彼女について書いていくんだけど、彼女は夫よりも3歳年上。確か母親同士が中学からの親友で、結婚してからも友情は続いていたんだって。彼女は夫のことを生まれた時から知っていて、おむつも変えたことがあるのが自慢。でもね、これって彼女が3歳の頃のエピソードで3歳の記憶はそんなに細かいことは覚えてないじゃん。彼女も、母親が言っているのを聞いて知ったらしい。要は、彼女の記憶は本当は覚えていないものも多い。幼馴染が一人っ子だったから、夫を自分の弟のように可愛がっていたらしい。一緒に勉強もしたし、ゲームもしたし、夫が悩んでいたら話も聞いてあげる。小さい頃は夫が同級生にからかわれていたら、相手の家を特定して謝らせたこともあるんだって。夫が悪いことをしたら、親よりも先に怒ってどこがダメなのかもちゃんと教えた。夫には嫌われてもいいから、ダメなことはダメと言い切っていたらしい。彼女は時にはお姉ちゃんのように夫を導き、時には幼馴染らしくそばにいた。夫が成長するところを間近で見てきたから、夫のことは何でも知っているらしいよ。ここだけ聞いたら、すごくいい幼馴染のように思うけどな。覚えていない記憶を自慢げに語るところは、少し引っかかる。夫はこんなに面倒を見てくれた幼馴染ではなく、一致を選んだんだね。これは彼女から見た当時の記憶で、何度も聞かされてきた。でも、夫から見た記憶はかなり違う。まず、夫は可愛がってもらっていた記憶は一切ないらしい。勉強も無理やりお姉さんに任せろと言っておいて、全部間違えたことばかり教えてくる。間違っていることを指摘すると怒ってしまうから、仕方なくその場では彼女が言う答えを書く。家に帰ってから書かされた答えを消しゴムで消し、正しい答えを書いていたみたい。彼女はあまり勉強ができなかったのに、なぜか夫に教えたがった。大きくなって夫の成績が良くなると、無理に教えることはなくなったけど、その代わり夫が賢くなったのは小さい頃に自分が勉強を教えたからだと喜んだんだって。一緒にゲームをしたことも、確かにある。でも幼馴染が負けると泣いて怒って面倒なことになるから、わざと負けてあげないといけなかったらしい。なぜか彼女は対戦ゲームを好んだから、今では夫は一人でできる RPG が大好き。夫の悩みを聞くっていうのもあったけど、これも夫の記憶とは食い違っている。中学生に入ったあたりから、今悩みはないのかと何度も夫に尋ねる幼馴染。そんなに頻繁に悩みができるものではないし、夫はこの頃にはすっかり彼女を信用していなかった。毎回悩みはないと言い続けると、いつものように嘘を言うな、と彼女は怒る。だから、テストの点が悪いとか当たり障りないことをいつも答えていたんだって。彼女はあまり成績が良くなかったから、この時は大した答えは返ってこなかったみたい。夫が同級生にからかわれて幼馴染が怒ったというのは、まず前提であるからかわれたの部分から違う。小学生の頃に流行っていたのが、ただじゃんけんをすること。連続で負け続けると失格で、たまたま夫が負けて罰ゲームを受けていた。その罰ゲームっていうのが、担任の先生のモノマネ。かなり癖がある人だったらしい。ただ夫が披露したモノマネは本人も認めるくらいの全く似ていないものだった。友達と似てないなと笑い合っていたら、急に幼馴染が登場してきた。夫くんをいじめないで、私はこの子のお姉ちゃんよ。あなたたちは誰？どうして夫くんをいじめるの？突然夫のお姉ちゃんなる人物が出てきて、友達はポカン。夫に兄弟がいないことくらい知っていたから、彼女を変な人だと思ったんだって。幼馴染は夫を無理やり家に帰らせ、夫の友達の特徴を同級生に尋ね回り、相手を特定。家の場所まで聞いた彼女は、すぐに相手の家に行き、謝罪させたんだって。
幼馴染からあんたのためにやったんだと武勇伝を聞かされた夫は、最悪の気分だった。翌日友達に何度も謝り倒し、一緒に帰るのはなくなったけど、友達は続けてくれた。この友達がよくできた人で、夫の幼馴染については絶対に誰にも言わなかったんだって。おかげで、二人は大人になった今でも友情が続いているよ。宣言撤回するわ。この幼馴染は最悪すぎる。年下の夫に怒ってばっかじゃん。普通こんなことされたら、気まずくなるのに許すのがいい人だな、夫の友達。全然幼馴染の言うことは当てにならないのが分かった。されたことはいつまでも忘れないって本当だよね。幼馴染は記憶をねじ曲げているし。夫は親に相談しなかったのか？親も知り合い同士だし注意しやすいと思うんだけど。それが、トメはすごく彼女のことを親友の子供だからって信頼しているんだよね。夫が幼馴染にされて嫌だったことを報告しても、お前が悪いって謎に怒られるだけ。ウトは夫のことをかわいそうに思ってトメにいろいろ言ってくれるけど、全く聞く耳持たない。それどころか私の親友の悪口を言うなんて最低、って怒るらしい。一回そこから喧嘩に発展して、トメは幼馴染の家に家出したこともあるんだよ。だから親に相談しても効果がないことを夫は知っていて、一人で我慢するしかなかった。ただ、さっき書いた幼馴染のヤバさを知っている友達が一人いたから、彼に愚痴っていたんだって。おかげでそこまでストレスを溜め込まなかったらしい。あとは高校受験で必死に勉強して幼馴染が絶対入れない県で一番の進学校に入学したのも大きかった。校舎が違うからわざと下校時間ギリギリまで残り、帰宅してからも勉強が忙しいことを言い訳に家にこもる。東大に行くとトメに宣言していたから、トメもさすがに息子の夢を応援。幼馴染が無理に家に入ろうとするのを止めたりと、いろいろ活躍してくれたんだって。結果東大には入れなかったけど、十分偏差値の高い大学に合格することができた。物理的に幼馴染と距離が離れた大学生活はかなり楽しいものだったらしい。彼女はトメに夫の住所を聞き出して会いに行こうとしたこともあったけど、夫が住んでいたのは大学の寮。親ですら入寮時以外では入れないところだったから、会えなかったんだって。一人で耐えていなかったことが知れたのは良かった。受験時だけはトメも幼馴染が来ることを拒んでいたみたいだけど、その時に彼女のヤバさに気づかなかったのか？何度も来ようとするのは普通ではなくない？息子の訴えも聞かない人なんだし、それくらいで気づくわけがないだろ。夫は社会人になっても最初のうちは遠方で働いていたんだけど、転勤で戻ってくることになった。その時にすでに付き合っていた私たちは、結婚することになった。結婚式は夫の仕事の都合でできていなかったんだけど、顔合わせとかは済ませていた。夫からは幼馴染のヤバさについて散々聞かされていたから彼女と会う時はかなり緊張した。高校以来に夫と再会した幼馴染は、織姫みたいに喜んでいた。どうして会いに来てくれなかったの、と涙を浮かべている幼馴染。それに対し、忙しかったからと簡潔に答える夫。私の目には二人の熱量には差があると思ったな。心境を探す時間がなかったから、私たちはウトメと同居することにした。そしたらさ、トメが張り切っちゃって、義実家を二世帯住宅にしたんだよね。夫の仕事が落ち着いたら私たちは出るつもりだったんだけどな。トメの暴走を止められなくて、結局二世帯を受け入れるしかなかった。夫からはごめんと謝られたけど、私たちが引っ越してきた時点で工事中だったから。夫も聞いていなかったらしくて、夫も被害者のようなものなんだよな。トメが強引なのが引っかかるな。夫もウトも止められないのが怖い。同居よりは二世帯住宅の方がマシじゃない？そこまで顔を合わせることもないだろうし。幼馴染は夫を可愛がっている自分が好き、みたいに感じる。トメは強引なところはあったけど、同居はトラブルもなく意外にも快適だった。ただね、トメは問題なかったんだけど、幼馴染は問題ばかりだった。もともと幼馴染は夫の実家の合鍵を渡されていて、自由に出入りすることができた。私たちのエリアにも勝手に入ってくるの。何度やめてって頼んでも聞きやしない。彼女が我が家へ来る目的はただ一つ。私に夫が生まれた時から知っているマウントを取ること。夫の好きな食べ物や嫌いな食べ物、好みの女性まで何でも知っているんだって。試しに好みの女性を聞いたら、自分のことを言っていた。夫は彼女みたいに頼れる年上が好きなんだって、私、夫よりも年下なんですけど。彼女が言うには、夫は子供の頃に周りにいなかったタイプが珍しかっただけらしいよ。仕事から帰ってきた夫に確認してみたら、そんなわけないだろと怒られた。夫が自分のことを好きだと勘違いしているの、痛すぎるよ、この幼馴染。
もう大人になったんだし、合鍵を返したらいいのに。だいたい友達に合鍵を渡すのもどうかしてると思う。こんなしょうもないマウントを取って、何が嬉しいのかわからない。一致よりも自分が夫のことをよく知っているっていう優越感があるんじゃね？マウントから嫌味へと発展するのがいつもだった。例えば私が夕食の準備をしていた時、食材などから勝手に作る料理を判断。しかもその料理は夫の嫌いなものだったらしい。夫くんはこの料理、食べないのよ。彼に嫌いなものを食べさせるなんて、最低ね。ちなみに、この日作っていたのは彼女が勝手に決めつけたおかずではなかったけどね。例えば翌日重要な会議があるからと夫に言われて、スーツの準備をしていた時。スーツにこのネクタイを合わせるとか、ダサすぎる、夫くんに恥をかかせる気なの。そのネクタイは、トメが夫の就職祝いに買った記念のネクタイだったんだけどね。こんな感じで私がやることをすべて否定しまくる。腹が立ったから夫に彼女にされたことをぶちまけたよ。そしたらさ、夫が私以上に切れちゃって私たち側の玄関の鍵を変えて、義実家と私たちの住まいの間に、鍵付きの仕切りを取り付けたんだ。うとめですらも私たちのスペースに入れなくなって、とめは勝手なことをするなと怒っていた。夫が幼馴染にされたことを言っても、我慢しろの一点張りだったのに。これがとめとの同居においての唯一の揉め事。しばらく夫はとめを無視するほど切れていた。ことごとく、すべてを間違い続ける幼馴染。逆に何の確信もないのに自信があるのがすごいわ。親友の子供だからって、ここまで盲目になる必要はあるのか？自分の子供をないがしろにしてまで、幼馴染に構う理由は絶対にない。仕切りをつけてから、しばらくは幼馴染が来ることはなく、平和だった。私たちのスペースに入ることができずに、毎日のように仕切りの前でキーキー言っていたよ。そこまでして私たちの家に入りたい理由が私にマウントを取りたいだけなんだよね。夫はよくどうして幼馴染が自分に執着するのがわからないと愚痴っていた。こんなことを話せるようになったのも、すべて仕切りと鍵のおかげだった。ただ平和は1ヶ月で終わったんだけどね、今書いてて思うけど、平和が一瞬すぎるよね。鍵をつけても幼馴染の暴走は防げなかったのか。引っ越すしか方法がない気がする。確かに、幼馴染の夫への執着は異常。会話も全く噛み合っていないのに平気そうだし。ある日、いつものように夕食の準備をしていたら隣の部屋から大きな音がした。何事？と部屋の方に行くと、仕切りを壊して私たちのスペースに入ってきた夫の幼馴染がいた。止める間もなく、彼女はリビングの方へ勝手に向かいその日の夕食を発見した。この日のメニューは魚介を使ったものばかり。特に牡蠣の炊き込みご飯は夫のお気に入りだった。ちょうど夫が食べようとしていた瞬間で、びっくりしてこぼしてしまう夫。ちょっと、何これ、夫くんの食べられないものばかりじゃない。私が来ない間に、夫くんになんてことをしているのよ。夫くん、食べなかった？大丈夫？夫くんが嫌いなものを食べさせるなんてかわいそう。幼馴染がやつぎ早に行ったかと思うと、いきなり机をひっくり返した。せっかく作ったご飯は全部床の上に落ちて、机の周りはぐちゃぐちゃ。一瞬何が起きたのか理解できなかった。こんな漫画みたいなことって本当にあるんだね。牡蠣は食べれない人もいるのは事実だけど、夫は食べれるんだろ？幼馴染が記憶違いで夫が食べれない人だと思い込んでいた説はある。確かに幼馴染は事実を認識できないことが多いもんな。にしてもせっかく作った一致がかわいそう。動き始めたのは夫の方が早かった。俺、牡蠣食べれるけど。嘘よ、小さい頃牡蠣を食べて体調を崩したことがあったじゃない。私が看病したのだから間違いはないわ。本当は食べれないのに無理して食べているんでしょ？確かに夫は小さい頃に牡蠣を食べて当たったことがあった。でもそれは生牡蠣だったんだって。加熱したら食べられるけど、味が好きではなくて昔から食べていなかったらしい。それを食べられないと思い込んだ彼女が起こした暴走だった。確かに今でも牡蠣は好きじゃねえよ。でもな、俺はイッチが作った炊き込みご飯だけは食べられるんだ。俺が好きで食べているんだから、文句を言うのはおかしいだろ。それにせっかくイッチが作ってくれた料理になんてことをしてくれたんだ。夫は本気で切れていた。ひどい、あなたのことを思ってやったのに。その女のせいね。そんなことを言うのは、どうせその女が夫くんに私のことをいろいろと吹き込んだんでしょ。ただでさえ顔がブスなのに、性格までブスなのね。夫くんもこんな女とはさっさと別れなさい。夫くんには私みたいな方が合っていると思うの。そうだ、私と結婚しない？私も夫くんのこと好きだし、幼馴染は泣き出しちゃった。初めて夫に怒られたかららしい。というかこの流れで私に敵意が向くのはおかしくない？今でも納得してないんだけど。
めちゃくちゃ理不尽で草、今はイッチは全然関係なかっただろ。楽しみにしていたご飯が食べられなくなって切れちゃったの、愛を感じた。幼馴染の涙の理由もさっぱりわからん、すべての言動がおかしい。なんで？俺、お前のこと嫌いなのに。心の底から不思議そうに尋ねる夫。普通に彼女の言葉の意味がわからなかったらしい。どうしてよ？だって、お前ってブスじゃん。人のことを言える顔じゃないだろ。自分の見た目に自信のあった幼馴染。まさかの夫の言葉にショックを受けていた。もしかして、夫くんはブス戦なの？なんでイッチがブスってことが前提なの？イッチはミスコンで優勝したことがあるんだけど。とうとう幼馴染は絶句。夫の言葉は彼女が黙ってしまうくらいの破壊力があった。当然だよね、幼馴染は高校のミスコンに自分で出場して10票しか入らなかった苦い思い出があったんだから。10票って、逆に入れた人、誰だよ、物好きもいたんだな。さりげなく幼馴染が告白してるけど、普通に夫が無視してて草。なんでそんな過去があるのに、自分に自信があったんだよ。ミスコンで優勝した過去があるイッチと戦おうとしていたんだ、無謀すぎない？俺は、昔からお前のことが大嫌いだったよ。嫌なことを何度もしてくるし。俺の親に泣きついて悪いことしていないのに、俺が怒られることも何度もあったよな。知ってる？人ってされたことはいつまでも覚えているんだよ。俺だけがターゲットなら俺が我慢すればいいけど、イッチを狙うのは許せない。夫は泣き続ける幼馴染を立たせて、家から追い出した。二度と彼女と会わない、引っ越しもすると宣言して。初めて見た、夫のガチ切れだった。絶対に夫に逆らわないようにしようと誓ったのは、言うまでもない。ただ、お前が嫌いだと言われた時の彼女の顔があまりにもざまあすぎて。興奮のあまり書き込んでしまったよ、みんな付き合ってくれてありがとう。幼馴染と永遠に離れられることを祈っているよ。ついでにトメとも離れた方がいいと思う。かなり毒が入っているみたいだし。夫のためとか言っていたけど、結局好きな人を振り向かせたいだけの、幼馴染の自己満だったな。こうしてイッチはスレから去った。一年後、再びイッチはスレに登場した。お久しぶりです。夫の幼馴染にマウントを取られていたことを書き込んだけど。覚えている人いないかな？続報ができたから書き込みに来たんだけど。覚えているよ、幼馴染に横連暴されて、引っかき回されたんだよね。ちゃんと幼馴染と別れられたのか、気になっていたんだよ。さっき夫から聞いた話なんだけど、幼馴染が今日病院に運ばれたらしい。あの後私たちはすぐに引っ越しして、うとめともあまり連絡を取らなかったから。情報が来るのが遅くなったんだけど、彼女は精神的に病んでいた。小さい時から好きだった夫に嫌いだと言われ、過去のトラウマも思い出してしまった幼馴染。あの日以降、人が変わったように塞ぎ込むようになってどんどん暗くなったんだって。いつの間にか会社も辞めていて、家に引きこもる日々。心配した彼女の両親が事情を尋ねるものの、絶対に彼女は何も言わなかった。明らかに彼女がおかしいからと心配のあまり、彼女の母親が乙女に相談に来た。そこで彼女と私たちとの間で勃発したトラブルを知ったんだって。彼女の反応は単純だった。そもそも私の娘が好きな夫くんを奪った、イッチが悪いんでしょ？なのに、どうして娘が悪者扱いになるのよ？娘は夫くんのことを好きだっただけだったのに。トメはあの日、暴走した幼馴染を見て目が覚めていた。自分の行動の愚かさを反省する日々を送っていた。だから、娘がやったことを知ってもなお罵倒してくる親友を見て、衝撃を受けたんだって。そして、中学時代から何十年も続いていた友情が終わりを迎えたことを知った。トメは親友に二度と会わないことを告げ、ドアを閉めたらしい。彼女が合鍵を持っていることを思い出し、すぐに玄関の鍵を変えた。そして一年近く、彼女たちと会わない日々を過ごした。今日トメが買い物から帰っている途中、幼馴染の家の前で救急車が止まっていたらしい。ヤジ馬の間から何が起きたのか見てみれば、ちょうど幼馴染が運ばれる途中だった。近所の人が言うには最近急に病が悪化して、発狂することもあったらしい。すぐに病院へ運ばれた彼女は、そのまま精神科に入院することが決定。一年前の幼馴染とは真逆の現在の姿に驚いて、夫に連絡したらしい。久しぶりにトメと話した夫は、トメが自分の話を聞いてくれたことに驚いていた。幼馴染とは二度と会わないことは確実みたいだし、トメとは会ってもいいかなと今話し合っている。トメの目が覚めたのは驚き、それくらい幼馴染がひどかったんだ。仕切りを壊して入ってくるのは、それはもはや不法侵入だからな。犯罪だよ。
自分の都合だけで夫のことを振り回し続けた幼馴染は夫の本当の気持ちを知り、壊れてしまいました。もしもあなたがイッチのような体験をしたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに2世帯住宅を建てる場合は、双方が完全に分離した家を建てるのが最近人気です。